兵長。どうだ、道が混んでいる以外異常ありません。替え玉作戦の方は成功だ。お、その割に浮かない顔ですね。いや、何か妙だ。中央憲兵が使う手じゃない。奴らは気ぐらいが高い。素人は使わない。どこかでこういう。兵長、もうすぐ馬車が移動します。ニーバ、キリサ・ケニーを知ってるか。憲兵が100人以上も喉を裂かれたという、何年か前に流行った都市伝説ですよね。そいつはいる。全て本当だ。ガキの頃に奴と暮らした時期がある。え、どうしたんですか急に。こんな時に冗談言うなんて。そうだ、奴なら平気で素人を使う。目標を集団でつけるときは両斜め後方と見晴らしのいい高台。殺し合うことになるとはな。ケニー、よりによってなぜ奴が憲兵に。懐かしいな、リヴァイ。もっとちゃんと面見せろよ。ふざけんじゃねえ。てめえさっきから俺の顔に三段ぶっ放してきてんじゃねえか。まあな、今日はおめえの脳みその色を見に来たんだ。リヴァイ、勝負はお預けだ。また後で会おうぜ。とりあえず出口を目指すか。邪魔する奴は殺して済むしかねえな。中央の大きな通りは敵の目につく。なるべく避けて出口を目指すか。見つけたぞ。もっと人通りの少ねえ道を行かねえと。
やれ！待ち伏せ、あの野郎！袋のネズミって言葉を俺は教えなかったか。おめえがどこへ逃げようと無駄だぜ。調査兵になったか、俺には分かる気がするよ。俺らはゴミための中で生きるしかなかった。その日を生きるのが精一杯でよ。世界はどうやら広いらしいってことを知った日は、そりゃ深く傷ついたもんだ。昔話はしたくねえか。中央の通りは避けねえと、すぐに敵に見つかっちまうな。くそ、ケニーのやつ何人引き連れてきやがったんだ。別の道を行った方がいいな。邪魔すんじゃねえ。やりたいことが見つかったんだ。単純だろう。単純だが実際人生を豊かにしてくれるのは趣味だな。俺の部下の頭を吹っ飛ばしたのもあんたの趣味か。ああ、大いなる目標のためなら殺しまくりだ。かわいくねえやつだな。おい、はい、いや、
てなかった。あんまりじゃねえか。死にたくない。ケニーの野郎、どこ行きやがった。まあいい、先を急ぐか。ガスと刃が心もとないな。はい、見つけたぞ。はい、リヴァイが来るぞ。ここで確実に仕留めろ。指揮してんのはあいつか。隊長、リヴァイ生きてるじゃないですか。逆にやられたのかと思いましたよ。バカ野郎、俺があいつに殺されるかよ。あのドチビを育てたのはこの俺だぞ。稼げたはず。もういいだろう。だいぶ時間を食っちまった。早いとこ馬車を追わねえと。馬車を追うぞ。はい。いいか、奴らは対人の戦闘に慣れてる。もう何人かやられた。エレンたちを取り戻すためには躊躇するな。殺せるときは殺せ。分かったか。了解。アルミン、ジャン、馬車に移れ。他は援護だ。はい、ジャン。まずい。アルミン、ジャン。ダメだ、一度引く。